皆さんこんにちは。お笑いコンビダウンタウンの松本人志さんが2024年11月8日に自身の性加害疑惑を報じた週刊文春の発行元である文藝春秋などを相手に起こしていた訴訟を突如取り下げました。どうやら芸能活動を再開したいようですが、果たしてその思惑通りに復帰できるのかとても気になりますよね。そこで今回は松本人志さんが芸能界復帰できるのかや吉本興業の現状などについてご紹介していきたいと思います。まずはじめに松本人志さんが自らの名誉を毀損されたとして5億5000万円の損害賠償などを求めて文藝春秋側を提訴したのは2024年1月22日のことでした。3月28日に第1回口頭弁論が行われましたが、それ以降は裁判は遅々として進まず弁論準備手続きが繰り広げられてきました。しかし2024年11月8日に突然訴訟を取り下げました。その背景をある司法記者は以下のように語っていました。今回松本さんが訴訟を取り下げたのは勝ち目がないと判断したからでしょう。そもそも自ら振り上げた拳を自ら下ろすこと自体が理にかなっていません。結局被害に遭ったという女性に証人出廷されるのが嫌だったのだと思います。とはいえ文春側にも性被害を直接示す物的証拠はなかった。結果両者は協議しお互いコメントを発表することで手打ちとなったのです。また松本人志さんが所属する吉本興業は訴訟を取り下げたその日のうちに活動再開につきましては関係各所と相談の上決まり次第お知らせさせていただきますと復帰を前提にしたコメントを発表しました。スポーツ紙も早速年明けに活動を再開する可能性があると報じています。元 MBS プロデューサーで同志社女子大学学芸学部メディア創造学科教授の影山貴彦さんによりますと、松本さんはもうこれ以上訴訟を長引かせて芸能界に戻るタイミングを逸したくないという危機感も抱いていたと思います。テレビ界は移り変わりが激しいので今ここで復帰の意思を示しておかなければ彼の番組のうちのいくつかは来年春の改編期でなくなってしまう可能性もありますと発表。松本人志さんは2024年1月8日に活動休止を発表しましたが、自身のレギュラー番組7本は現在放送を継続しています。在阪準キー局の関係者は以下のように述べています。松本さんには来年4月から開催される大阪・関西万博のアンバサダーを務め上げたいという希望もあったようです。5億円超と言われる高額な年収を20年以上にわたって得てきた彼はもはや金が欲しいのではなく名誉を手に入れたいのです。そのためには万博の前に復帰を済ませておく必要があり、軽装を終わらせなくてはいけないと考えたのでしょう。確かに万博の公式ホームページには今もダウンタウンの名前がアンバサダーとして掲載されたままです。大阪府の吉村博文知事は1月松本の処遇について、裁判期間中はアンバサダーの活動も休止だと述べましたが、その一方で代役を立てない方針も明かしていました。このことから相方の浜田雅俊さんと共に万博の式典などに出てくる可能性は残っているということになりますね。一方テレビ復帰についてですが、関係者の間では復帰第1弾として以下のように有力視されている番組があります。地上波なら最初は探偵ナイトスクープに出るのではないでしょうか。兵庫県尼崎市出身の彼は関西で絶大な支持があります。地元では東京とは比べ物にならないほど人々の目が温かいのです。ナイトスクープはそんな関西ローカルの番組で、朝日放送が彼を復帰させたとしても東京のキー局に比べればだいぶクレームが少なくて済むと考えられます。さらに続けてナイトスクープの CM 枠はいわゆるスポットで、毎回決まったスポンサーがついているわけではありません。だから朝日放送は特定のスポンサーの顔色を伺うことなく
独自の判断で松本さんの復帰を決められると言えます。何より同局は今や彼の代名詞ともなった年に一度の特別番組 M-1 グランプリを制作しており、両者は相思相愛の関係であることも重要です。しかし当面の間、地上波への復帰は難しいと見る声も多くあります。キー局編成担当者によりますと、まず現時点ではどれだけ制作サイドが復帰を望んだところで決定権を持つスポンサーが首を縦に振ることはありえません。そして固定したスポンサーがいない番組であったとしても、早々の復帰はテレビ局のコンプライアンスに抵触する可能性があると思います。その理由ですが、弁論準備手続きの段階で訴訟を取り下げた松本さんは、性加害疑惑についていまだ何の釈明もしていないに等しいからです。文春報道を受けてスポンサーが番組への提供者表示を取りやめた昨年12月末から状況は変わっていませんと発言。確かに松本人志さんは訴訟を取り下げるにあたって、かつて女性らが参加する会合に出席しておりました。参加された女性の中で不快な思いをされたり心を痛められた方々がいらっしゃったのであれば、率直にお詫び申し上げますとコメントを出しました。確かに謝ってはいますが、自分は悪いと思っていなかったと全面降伏ではないようにも読めますね。このことから松本人志さんが復帰するためには記者会見を開くなどして説明責任を果たす必要があると思いますし、自らの言葉で一連のスキャンダルにおける最低限の事実関係はもちろん、訴訟を取り下げた経緯や今の考えについて語らなければ世間は納得しないでしょうという声が上がっています。仮に今地上波に復帰したとして、今後一連の文春報道の影響はあるのか。演芸評論家の吉川牛尾さんによりますと、ダウンタウンの芸は他の出演者に突っ込んだりチャチャを入れたりするいじり芸です。自分たちが常に場の中心にいて周りを容赦なく切っていくトークショー形式で不特定多数の相手を魚にするのです。松本さんはそんな現在のバラエティ番組のひな形ともいえるスタイルを作り上げた先駆者でしたと発していましたが、後輩に女性を集めさせて品のない遊びをしていたことがバレたのは痛すぎます。手下を従えて尊大に振る舞っていた、これまでの言動がテレビの中の芸ではなくありのままの素だったと気づかれてしまったからです。もはや彼のいじり芸は文春の記事を想起させる笑えないものになってしまったと思います。というので、やはり芸人としては計り知れないダメージを受けたということにつながりますね。松本人志さんは復帰できるのかできないのか、父として話が進まない様相のテレビ界ですが、妙な匂わせをする番組もあります。2024年11月17日放送のダウンタウンのガキの使いやあらへんで、では東京23区まっちゃんの店完全制覇と題したロケを放送しました。内容は松本人志さんの活動自粛を踏まえて、現在空前のまっちゃん不足に陥っていると銘打ち、相方の浜田雅俊さんらが都内のまっちゃんと名の付く飲食店を訪問するというものでした。活動再開の布石とも取れる内容ですが、その目論みとは裏腹に SNS を中心に松本人志さんの活動再開を拒絶する意見がどんどん増えており、署名サイトでは松本人志氏の復帰やめてとの署名に3万人以上が賛同。今後テレビ番組に戻ってきたとしても、スポンサーへの抗議が相次ぐことは間違いないでしょうし、松本人志さんの復帰が容易ではないことを如実に表しているのが吉本興業の大御所明石家さんまさんの動向です。さんまさんは11月9日のラジオ番組 MBS ヤングタウンで、松本がテレビに復帰して頑張ってくれることを俺は祈っていると語り、収録後に吉本の上層部と会合すると明かしていました。そして翌週の番組でのさんまさんの報告に期待が高まりましたが、なんと11月16日の放送では部長さんが来て、俺たちより情報がなかったと
成果ゼロ報告。近日中に社長と会うと明かしたものの、この日の放送では松本さんに関する話題はほとんど出なかった。さんまさんのトーンダウンに爆笑問題の太田光もサンデージャポンで肩透かしを食らったと落胆しており、テレビ局スタッフは以下のように言います。超大物のさんまに時間を割いてもらい、全く実りのない会合を開くなんて通常はありえない話。松本の復帰で会社への風当たりが強まることを恐れる吉本が極めて慎重になっていることが浮き彫りになりました。さんまさんの思いはなかなか届かないのかもしれないですね。そんな中、 R-1 グランプリ2013、現 R-1 グランプリ王者のピン芸人三浦マイルドさんが18日までに X 旧 Twitter を更新。主な内容としては、フリーアナウンサー古舘伊知郎さんのダウンタウン松本人志さんらに関する発言にことを唱えていました。古舘さんは2024年11月17日、フジテレビ系ワイドナショー日曜午前10時に生出演。松本さんが週刊文春を発行する文芸春秋社を相手に名誉毀損と損害賠償で争っていた裁判について、訴えを取り下げた件について、まあ残念だなと思うのは、取り下げるぐらいだったら戦いますと言わなければよかったと思うんですとぼそりと話し、今更遅いですけど、皆さんが感じてらっしゃるように、同意なのか不同意なのか、強制性のことに関して物的証拠がなかったってことはやぶの中なわけですよねと語りました。このことで三浦さんは古舘さんの発言を取り上げた記事を引用し、このアホはまた何を言うとるんやと言及。なんでやぶの中やね、証拠がないってことは白や、悪魔の証明はできないんやから、なかったことの証明なんかできないんやぞ、疑いかけられた方は。で、結局証拠はなかったんや。もしこれが松本さんがあらぬ疑いをかけれてるなら、重大な人権侵害だということをすっ飛ばしてコメントしてる、この古舘伊知郎というアホはと指摘しました。その流れで三浦さんは古舘さんの YouTube チャンネルでの発言にも触れ、古舘伊知郎氏が斉藤兵庫県知事知事のことを取材もせず、メディアの情報を鵜呑みして無責任な試験を YouTube で垂れ流してるにゃん、この人饒舌で真っ当なことを言ってる、雰囲気を出してるだけで物事を中立公正には見れてない人にゃんと苦言を述べていました。また横山やすしさんはダウンタウンの漫才をチンピラの立ち話とかつて酷評しましたが、確かに訴訟問題においてこれまでの流れを振り返ると、松本人志さんの言動はまさしくチンピラ的でした。 SNS で虚勢を張った後はスラップ訴訟とも言うべき巨額の賠償請求を行い、さらには探偵を雇って法廷の外で女性を威迫し、最後は敵前逃亡して長年のファンをも裏切った。虚勢と威迫と逃亡、性加害疑惑が報じられて以降、松本人志さんが言ったのはこれだけです。訴訟取り下げに伴い被害を訴えている女性たちに対する謝罪らしき文面を代理人が発表しましたが、あれを謝罪と言えるのかどうかは意見が分かれるでしょうし、私がやったかどうかは分かりません、被害者がいるのかどうかも分かりません、でも謝りますという二律背反的な不可解なメッセージを謝罪の言葉とみなすことは困難ですよね。ネット上では事前に文春側と文面をすり合わせ、双方合意の上で発表したはずだという憶測も流れていますが、可能性は低いと思われますよね。なぜなら双方がコメントを発表した直後、被害を訴えていた女性は朝日新聞の取材に対し、私は家庭ではなく実在するので深く傷ついたと語っており、松本人志さんのコメントへの不満を吐露しているからです。週刊文春にとって記事の真実相当性を担保する存在である女性たちは命綱に等しいものです。それを念頭に置いて考えれば、直接に示す物的証拠はないや、いらっしゃったのであればと、こんな自己弁護にまみれたコメントを文春側が事前に了承していたとは
考えにくいでしょうし、ネット上には双方のコメントをめぐって論理の飛躍した陰謀論的な言説も流れています。週刊文春は事前に相手のコメントを確認し了承していたのかどうか文春側からも説明してほしいと思うのが普通ですよね。一部では松本人志復帰論も出ていますが、地上波のテレビ出演など夢のまた夢でしょうし、松本人志さんが出演する番組のスポンサー企業はお金を払って自社のブランドイメージを下げるという愚かしい結果を選択することとなります。果たしてそういう企業はあるかという話ですよね。松本人志の性加害疑惑について週刊文春の第一報が出た直後は五分五分に近いグレーと見ていましたが、その後の対応を見てだんだん黒の濃度が強まり、訴訟取り下げに至った現在は真っ黒に近いグレーと見ざるを得なくなりました。なぜなら他でもない松本人志さんが一切の説明を拒んでいるからです。直接的な物的証拠がなかったとしても、多くの証言や間接的な物証により記事内容には真実相当性があったと捉えるのが妥当ではないでしょうか。今後は吉本興業と万博協会、日本国際博覧会協会の動きにも注目したいと思います。というのも吉本興業は性加害疑惑が報道された直後には当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させその名誉を毀損するものですと極めて強硬な姿勢を見せていましたが、わずか1ヶ月後の24年1月になると当社としては真摯に対応すべき問題であると認識しております。外部弁護士を交えて当事者を含む関係者に聞き取り調査を行い事実確認を進めているところですと急激に態度を軟化させました。言い換えればまともな会社に変わっていこうとする姿勢を見せました。こうなると最初に当該事実は一切ないと断言していたのは一体何だったのかと思いますよね。当該事実は一切ないという発表は誤りだったと訂正しなくてよいのかという疑問も残ります。また事実確認を進めているのであれば、その結果はいつどのように聞けるのか、すでに10ヶ月という時間が経過しています。吉本興業は大阪万博で吉本笑い未来館を出展することが決まっており、ダウンタウンの2人はアンバサダーに就任しています。すなわち我が国の国家事業の一端を担う立場にあるということですね。アンバサダーは大阪万博の顔として万博の魅力を伝える役割があるといいます。そんな公共性の高い事業を今の吉本興業や松本人志に任せてよいのか、近いうちに吉本興業は松本人志を切り捨てる必要に迫られるのではないかと思います。対面を保つためきっと独立というフレーズを強調するに違いないでしょうし、濃厚な性加害疑惑を抱えたまま全ての説明から逃げ続けている人間を自社の看板として掲げ続けることは吉本興業にとってリスクしかないですよね。松本人志さんを今なお大阪万博の顔として起用していることについて、万博協会や吉村博文大阪府知事は一体どう考えているのでしょうか。本当にふさわしいと今でも思っているのか、とても気になりますね。以前 X 上で癒し知らずという言葉が注目を集め話題となりましたね。癒し知らずとは相手が本気で嫌がっていることを理解できず、嫌じゃないでしょ、まあいいじゃん、俺は大丈夫などと自分本位に捉え、相手の嫌がることをご利用ししてしまう人や態度を指します。松本人志さんは典型的な癒し知らずだったのかもしれません。そう考えるといろいろと辻褄が合います。密室で性行為を迫った際、松本人志さんは相手は嫌がっていないと信じ込み、まあいいじゃん、俺は大丈夫と思い込んでいたのかもしれません。だからこそ今なお真摯な謝罪や説明ができず、表舞台からついに姿を消そうとしているという見解です。笑いの天才と称えられ、一つの時代を築いた人間の晩節としてはあまりに悲しい末路ですね。とはいえ、人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見れば喜劇であるとチャップリンは語っていました。
そう考えると松本人志さんは今確かに喜劇を演じていますね。今後の動きに注目していきたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。